突如現れた謎の女性ミステールの誘導によりバルドゥス隊の猛追を振り切ることに成功した王国軍。広大なレネシー山脈のさらなる奥地には今も活動を続ける活火山に自然要塞と化した軍師ブライの住む集落が存在していた。ミステールに導かれ王国軍は軍師ブライの集落を訪れる。一方バルドゥスはレネシー山脈全域に偵察部隊を派遣、哨戒中のアイギナ隊とともに王国軍を着実に追い詰めていくのである。ブライの住む村なのね。ここは守るにはうってつけの場所ですね。地形配置も全て理にかなっている。さすがは軍師ブライ、ぜひ力を貸していただきたいものです。断ると言ったじゃろう。なんだ。でも帝国に一泡吹かせるためにも必要なことなんだ。だから人は努力によって己の力を高めることはできる。しかし持って生まれた能力は変えることはできる。さあ帰った帰った。分かったよ。邪魔して悪かったな。おじい様、何をそんなにお怒りですの？あまりプリプリするとお体に触りますわよ。おお、ミステール、どこへ行っていたのじゃ。先ほどわしが仕掛けた罠の作動音が聞こえたでな、心配しておったのじゃが。ところでその後ろにいる連中は何者じゃ。王国からのお客様ですわ。軍師ブライにぜひともお会いしたいそうですわ。あなたがブライさんですね。あなたを探していたんです。ブライじゃと？わしゃそんなやつは知らん。しかしここの的確な防護陣地、罠の配置などはまさに。ブライとかいう男は死んだのじゃよ。もうこの世にはおらんのじゃ。おるのはただ老いぼれじゃ。でも王国は帝国の侵略を受けて今崩壊の危機に瀕しているのです。ぜひ私の祖父に仕えたその傭兵家としての力を。祖父じゃと？するとそなたはもしや。パルティナ王国解放軍ユグドラと申します。そうか、あの頑固者のオルディーンの娘か。そなたがここへ来たということはオルディーンは生きてはおるまい。はい、父上も母上もともに。まったく、あの頑固者め。わしの言うことを聞いておれば王国は安泰だったろうて。そう、わしがブライじゃ。今はただのジジイじゃがな。せめて話だけでも聞いていただけますか。あらかじめ言っておくが、力にはなれんぞ。すまないがな。この先に村があります。どうやら王国軍の残党はその村に逃げ込んだ様子です。よし、すぐにバルデュス様にお伝えするんだ。王国軍の残党を発見したとな。はい。
我々はバルデス様の到着まで連中を足止めする。密かに包囲しつつ一斉に攻撃するぞ。はっ。おい、追っ手が来やがった。かい姫様、戦闘準備を。お二人とも隠れていてください。お客様ですの？では歓迎しないといけませんわね。ミステール、無理はいかんぞ。そなたは少々無茶なところがあるでな。そんなことありませんわ。私なら大丈夫です。皆さん参りますわよ。よし、蹴散らしてやろうぜ。感づかれたか。エイカモン、攻撃だ。これは偵察部隊のようですね。本体急いで攻撃をかけましょう。
ックですわ。敵は撃破しました。みんな、大丈夫？
ライさんとミステールさんは？ええ、二人とも大丈夫ですわ。このおばさん案外強いぜ。あのじいさんの孫だって話だが、何やって暮らしてたんだ？先ほども申した通り、専業主婦ですわよ。お掃除したり、お洗濯したり、お料理作ったり、あと、野良仕事もこなしてますけど。主婦って、旦那さんはどうしたんですか？いいじゃありませんの、そんなこと。それより偵察隊の方、すでに本隊に連絡していたのでなくて？しまった、姫様、あれを。いや、バルドスの本体じゃねえか。どうしましょう、このままでは。若いの、今バルドスと言ったかの？ああ、帝国の軍神だそうだ。えらく頑丈な親父だぜ。なぜそれを先に言わん？あやつは帝国の軍人でもとびきり堅実で隙のない男、正攻法で戦っては勝ち目はないぞ。そうか、あやつ生きておったのか。おじい様、皆の者、少しの間時間を稼いでもらえるかの？ではブライ殿、我らに力を貸して。相手があのバルドスではな。だがサービスは今回限りじゃ。バルドス、お主との決着をつける時が来たようじゃな。とりあえずどうする？あまり組み合わず、しばらくは攻撃を受け流しましょう。私もお手伝いしますわ。なんだかドキドキするわね、こういうの。私ってもしかしたら主婦向きじゃなかったのかも。帝国軍来ます。厄介なやつだが、やるしかねえな。バルデス様、王国軍です。もう逃げ道はない。彼らも死に物狂いで反撃してくるぞ。追い詰められた者、凄まじい力を発揮するものだ。一斉攻撃の用意が整うまで慎重に行動するのだ。はいかな。下手に突出して被害を出してはいかん。とにかく今は防御じゃ。こちらから打って出ずに現地点で守りを固めるんじゃ。
力に物を言わせ攻め込んでくると思ったが、まるで何かを待っているようじゃ。敵にも策があるってことか。相手があのバルデスではな。油断のならん男じゃ。よいか、アイギナ隊の到着まで慎重に戦う。わかりました。新たな敵部隊、あれはアイギナ隊のようです。なんですって？連中、全軍レネシー山脈から降りてきやがったんだな。あのおっさんだけでもやばいのに、また厄介な奴が現れたな。どうしよう、このままでは攻撃されてしまうわ。アイギナ様、王国軍です。とうとう捕まえたぞ、王国の残党どもめ。よし、このままバルドゥス殿の部隊と挟み撃ちにする。今度こそ連中の息の根を止めてやるんだ。はい。
撃。はっ、今だ。よし。食らいなさい。
方面から攻め立てる。帝国軍もなかなかに手堅いの。しかし芸はない。硬すぎてつまらん戦法じゃの。おじいさま。おじいさん、落ち着いてる場合じゃねえぞ。そうです、ブライさん、このままではあなたもミステールさんも。落ち着きなさい。作戦変更じゃ。非常それを使うとしよう。手立て。ただしこの手に二度目はない。必ず成功させなければならん。良いかな。まずは全軍この先へ移動するんじゃ。ここが目標地点じゃ。急ぎここまで移動する。ちょっと待てよじいさん、そんなところに逃げ込んだら間違いなく袋のネズミだぞ。まあ最後まで聞きなさい。ここは見ての通り火山地帯でな、時の変わり目に変化が起こる。その時を待つのじゃ。それでどうすんだよ。その時が来ればわかる。そなたらがうまく時を稼げればことは万事順調に運ぶじゃろう。一体どうなんだ、あのじいさん信用できるのか。ブライ殿といえば王国でも神格化された軍略家。私が知っている限り彼は負け戦をしたことがないとか。私は彼に従うべきだと思います。仕方ねえな。帝国の連中に一泡吹かせられるならそれでよしとするか。
残党め、そこを死に場所に選んだのなら貴様らの望みを叶えてやる。
どもできん。やったわ。生意気。
し、そろそろ始まるぞ。起こったのだ。地面から溶岩が、火山の噴火のようです。皆の者、取り乱してはいかん。体勢を立て直すのだ。敵は大混乱だぜ。すごい、あれだけ固かった帝国軍の守りが崩れたわ。バルデス、お主も老いたな。地の利も理解せずに進撃するとは。その声はやはりブライドもか。久しいな、何十年ぶりかの。あの罠を見たとき、まさかとは思っておりましたが。追っ手にお主がおると聞いての。決着をつけるために来たのじゃ。覚えておいでか。相変わらず執念深いお方。なんだよ、じいさん、まさか。ブライさん、バルデス将軍とお知り合いだったのですか。まあな、あやつはかつてわしの策を見抜いた唯一の男よ。戦争には勝ったが、勝負には敗れたというところかの。人はわしのことを無敗の軍師とか上昇の戦略家とか呼ぶようじゃが、実はあやつを打ち負かせたことはなかったのじゃよ。王宮を去った後もそのことだけが心残りでの。さあ、あとはそなたたちの仕事じゃ。相手は帝国の軍神殿、手ごわいぞ。存分に力を振るわれるがよい。ぜひともわしの勝敗表に最後の白星を授けてくれ。よし、じいさん任せとけ。みんな行くぞ。ええ、行きましょう。
します。姫様、追撃いたしますか。いいえ、こちらもかなり痛めつけられました。ここはひとまず見送りましょう。わかりました。どうなるかと思ったが、軍師ってのはすげえもんだな。そうですね、ぜひとも王国の解放に手を貸していただきたいものです。そうね、改めてお願いしてみましょう。だけど、あのじいさんが言った一言が気になるぜ。確か、最後の白星って言ってたよな。もう戦争に加担する気はねえってことじゃねえのか。とにかく私が行って、もう一度お話をしてみます。みんなは待っていてください。わかりました。では、どうしても来てはいただけないのですね。王女のお誘い、誠に恐縮じゃが。それに、わしももう年じゃしの。いいえ、先ほどの戦略は本当に素晴らしいものでした。それとも、他に何か理由があるのですか。よかったらお聞かせいただけますか。そうじゃな。ではお聞かせいたそう。実はわしは飛ばされたのじゃよ。飛ばされた？つまり左遷じゃな。王宮で煙たがられたのじゃ。まさか父上が。いやいや、オルディンはむしろわしの立場を擁護してくれおった。こうしてわしと家族の命は奪わず、この地へ逃がしてくれたからな。左遷したのは重臣たちじゃ。わしの発言が危険すぎたからの。危険な発言？ある日、議会が召集された。王国の主権を守るためのものじゃ。その場でオルディンはわしに何か良い策はないかと尋ねおった。そこでわしは帝国も含め他の種族を制圧すべしと答えたのじゃ。そうすれば敵はいなくなり王国は安泰じゃとな。当時王国に匹敵する力を持っていたのはブロンキア帝国じゃった。しかし帝国は皇帝の専制により国力はかなり疲弊しておった。わしはすでに王国が帝国に攻め入るに足る理由も用意しておった。チャンスは今しかないと王に進言した。後では遅すぎるとな。そうして皇帝が排除されれば圧政に苦しむ帝国民は解放され、他の種族も強大になった王国に反旗を翻すとは思えんとな。制圧とは何も武力だけで行うものではない。政治的中枢や心の拠り所に打撃を与えてやればよいのだ。果物も腐った部分を放置すれば周りも腐るじゃろう。だからその傷んだ部分を取り去る。それで終わりじゃと。しかしそれは聞き入れられんかった。
結果は今の通りじゃ。父上は何と？あやつは古の騎士道精神の塊みたいな男じゃったからな。オルディンは自らの王国が腐敗した場合を例に出しおった。もし仮に自分がそうなったら、お前は私を排除できるかとな。わしは王国を守るためであればそれも仕方ないと答えた。王は怒りもせんかったが、周りの重臣たちは大騒ぎじゃ。ちょいと戦が上手というのも印象を悪くしたのじゃろう。重臣の進言によりわしは危険分子とされ、王国を追われたのじゃ。でも納得がゆかぬと見える。しかしそれが事実じゃよ。別にわしはそなたの父上を憎んではおらんよ。むしろこんな偏屈者をよく我慢して使ってくれたと感謝しておる。じゃが多くの者たちは真相を知ってはおらんのじゃ。飛ばされたわしは王や重臣たちを恨んでいると思われとるじゃろう。そんなわしが王が倒れた今王国に戻ればどうなると思うね。わしの手引きで王が撃たれたと思われるのがオチじゃって。わかったかな。あそこはもうわしのいられる場所ではない。浦井さん、でも私たちはそんなこと。それにな、ユグドラ王女、わしももう本当に疲れたのじゃ。ここからは若い者の仕事じゃ。わしら年寄りの出る幕ではない。未来は自分たちの手で思うように気づきなされ、それが一番良い。いろいろ尻拭いさせてすまんがのう。行きます。世話になったな、じいさん。行きなさるか。では道中ご無事でな。ブライ殿、いろいろご迷惑をおかけいたしました。ご一緒いただけず残念ですが、助けていただいたご恩は忘れません。うん、そなたらの武運を祈っておるよ。ではおじいさま、行ってまいりますわ。あれ、ミステールさん、行くってどちらへ？決まってますわ。私も解放軍に参加いたしますのよ。はあ、お掃除、お洗濯、お料理するものも必要でしょ。どなたか他にそういう役目の方いらっしゃいますの？いやもちろん家事だけではありませんわ。時には
愛する者たちを守るために矢面にも立ちますわよ。私、祖父の代わりに解放軍のお役に立ちたいのです。それは心強いお申し出ですが、しかし。まあ少々世間知らずなところもあるが、きっと力になるじゃろう。ぜひ連れて行ってくだされ。わかりました。ミステールさん、よろしくお願いします。はい、皆さんよろしくお願いいたしますわね。王女、あとこれを。亡きヨルディンへの手向けじゃ。持っていきなされ。ありがとうございます。大事に使わせていただきます。さて、良いかな、ミステール。その目でしかと王国の行く末を確かめてくるのじゃ。頼んだぞ。ええ、お任せになって。それからまたよそで変な男に引っかからないようにな。それは極秘事項でしたのに。もうおじいさまのことなんか知りませんわ。